はい、愛知県で25年整体をやっている平野です。本当にこの25年でね、日本人の体、すごくこう変わってしまいました。何が変わったかというと、まあ、緊張度なんですね。守るための緊張がね、あまりにもこう強すぎて、まあ、基本的にはこの腕の緊張が、まあ、本当にこう顕著に強くなっていると感じます。で、まあ、例えば物を書くときですね、字を書くときに、こういうふうにね、斜めにしてこう書く人って結構いて、まあ私自身も、まあ実はそうだったんですけども、そして、必要以上にね、強くペンを握ってこう書いている。それが私も本当にこの、腕の緊張をね、自分で抜くことによって、本当にこの、力を入れずにね、こう書けるようになった、時に、あ、そうなんだ。やっぱりこれが緊張が強かったから、この筆圧も強くして、そして紙を斜めにしてこう書いてたんだ、というところに気づきました。本当にこの皆さん、周りの人をね、見て、この字の書き方ですね。まあ、今はこれなのかもしれないけども、字の書き方を見て、この腕のね、守るためのねじり込みの緊張度を見ると、面白いかもしれません。